送信と僕が一人カラオケに行った時のお話です。あれ、よくあるリモコンの不具合だと思いましたが、なかなか治りませんでした。あ、すいません、ちょっと曲が流れないんですけど、機械見てもらってもいいですか？お願いします。失礼します。失礼いたします。すいません、確認させていただきますね。あ、お願いします。時間に余裕のあった僕はのんびりと待っていました。僕も一人だったこともあって、店員さんと二人きりのカラオケボックスは気まずかった。お客様すいません、ちょっとこのままだと直すのにちょっと時間かかっちゃいそうなので、もしよかったら他の部屋でご案内させていただいてもよろしいでしょうか？あ、はい、大丈夫ですよ。すいません、貴重なお時間をありがとうございます。ではですね、お時間の方1時間サービスさせていただきますので、よろしくお願いします。ではこちらのお部屋ご利用くださいませ。え、ここですか？バカ広い宴会場だった。あ、そうですね、通常は団体で予約された方しかご利用できないんですけど、まあ今日は特別に楽しんでいってください。あ、ありがとうございます。すいません、なんだか一人でこの広さは寂しくもなりましたが、夫婦を超えてコンサート気分を味わうことができました。まあもう少し狭くてもよかったですけどね。